マイケル・ジャクソンが今日本公演の舞台に向かいます。カメラはこんな近くにいました。こんな姿もありました。マイケル・ジャクソンが日本に来ることすら夢のようでした。到着6時間前、癖のあるじで彼がサインをしたとき、すべてが始まりました。3時間前、彼はとっくに日本に来てもうホテルにいるという噂さえありました。そして現在の私どもの話で、今日まで4年半彼は沈黙を守ってきました。新曲バッドはあのスリラーを超えるでしょうか。本当に乗っているのでしょうか。くじ引きで撮影場所を決めます。何せカメラだけで200台を超えます。確かにマイケル・ジャクソンです。世界の音楽界の全ての記録を塗り替えた男、マイケル・ジャクソン。その周りには伝説が渦巻き、奇人変人ぶりも聞こえてきます。エレファントマンの骨を買おうとした、不老不死の酸素カプセルの中で寝ている、肉は血で汚れているから食べない、ぬいぐるみや動物としか話をしない。新曲の中で彼はか細い声で言っています。 A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. 後楽園球場に巨大なステージが出来上がっていきます。150トンの機材、240インチのスクリーン、100台のスピーカー、ちょうどセンターの守備位置あたりがステージになります。一行はハリウッドでみっちりとリハーサルを積んできました。ちょうどセンターのスコアボールドの前、センターの塀沿い、フェンス沿いにいろんなものが、この右側はほら食堂ですよ。ボクサーが出てスタッフのための食堂をですね、何かもう作っています。マイケルは専属のボクサーがいそうですから、ここではないんでしょう。あ、ここは簡単な食堂だ。ホテルですか、はい、どちらですか。プレスホテル。あ、プレスホテルですか、はい。どうも、また来ます。匂いだけですが、いい匂いです。先議長、隣はプロダクションオフィスみたいなもんですね。無線が随分置いてあるよ。警備の人なんかもここなんでしょうね。無線が随分あって、行きましょうか。隣が、あ、衣装部屋だ。これがバンドの人たちの衣装ですね。ハロー、Is this a wardrobe room for ladies? No, it's for the dancers. Dancers. ああ、あの後ろで踊る人と、それからコーラスの人たちの衣装部屋だそうです。わあ、キンキラキンな衣装ですね。ベルトなんかものすごい、やっぱり寮の飾りがたくさんついたやつ。かなりパンクなファッションがたくさん置いてあります。一体どんなコンサートになるのでしょう。これがマイケル・ジャクソンの塀ですっかり囲まれてしまいましたが、マイケル・ジャクソンの楽屋、ちょっと入れるかな、見せてもらえるかな。あ、右に観葉植物が置いてある。ほら、ここ、ほら、ちゃんとあの人をね、
植物なんか好きなんですよね。ジャクソンソファーがきちっと置いてありまして、それから水道引っ張ったんだと思いますが、あそこに流しがあります。それから植物が2つ。日本のスタッフの心遣いでしょう。この部屋はマイケル・ジャクソンが球場入りしたその瞬間からボディーガードに守られて近づくこともできなくなるはずです。世界中の目がこのコンサートに集まっています。元気ですか？ How's your baby, John? あのクインシー・ジョーンズ、アメリカ音楽界の大御所です。Someone there's 700 lights there and all types of effects and just a beautifully mounted show and sometimes マイケル・ジャクソンの音楽は彼クインシーに出会ったことで花開きました。ジャクソン台風日本に上陸、期待していいよとリポートしています。アフリカ救済のキャンペーン We are the world。 この時気難しい有名歌手たちを見事に取りまとめたのがクインシー・ジョーンズで、中心となったのがマイケル・ジャクソンでした。その夜7時、突然マイケル・ジャクソンが後楽園遊園地に姿を現しました。あ、いた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 。全く偶然に私たちのカメラがそれを捉えました。と言っても遊園地の門は閉まっていて、塀の外からの撮影でした。カメラに顔を隠します。何か落ち着かない様子に見えました。このテープがニュースで流れると、たちまちアメリカやフランスのテレビ局から貸してほしいと申し込みが殺到しました。彼の私生活を撮影したテープはほとんど存在しないのです。翌日リハーサル、報道陣は締め出されました。コンサートの主催者である私たち日本テレビですら取材は自由になりません。撮影する方もされる方もまだお互いに腹を探り合い牽制し合っていました。新橋のおもちゃ屋さんに姿を見せました。ガラスが中の人を一層遠く見せていました。私たちの取材申し込みに対し、私生活は音楽活動とは別だというアメリカ人らしい返事が返ってきました。が15分後、許可取れた、急げという無線が飛び込んできました。7階、8階、9階、いました。涼やかな目をして優しい声で話していました。彼の周りにあった壁のようなものがスーッと溶けてなくなりました。どこにでもいる普通の青年、普通の吊るしのシャツを着て土曜日の午後をデパートの売り場で過ごしている青年、そんな印象でした。伝えられている数々の伝説とは
どこか違います。芸人一家に育ったマイケルは気がつくと舞台に立っていました。一晩$15、客が投げる小銭を拾って旅から旅を回る毎日でした。たまに家にいるときは父親のレッスンに続くレッスン、子供らしい遊びは何一つ知らずに育ちました。歌がうまくて踊りが可愛いジャクソン5の末っ子は、しかし他の誰よりも光っていました。青年期を迎えてアイドルから本当のアーティストへ大きくジャンプ。スリラーは4000万枚を売り尽くし、愉快なゾンビたちと踊るこのビデオは世界中の茶の間で喝采を浴びました。3年前大統領に招かれた時は話題になりました。トレードマークの白い手袋とサングラスをついに取らなかったからです。行動に集まった子供たちは珍しいお客様にざわざわポカンと口を開けました。一緒に歌いませんかと6年生の子に英語で誘われました。こんなマイケルの表情を見るのは初めてです。マイケルは言っています。僕は空を飛べると思ってる。何か